ゴリー沖縄那覇のビーチといえばこちら波の上ビーチです。まあ基本的にね、この前も言いましたけれども、沖縄で綺麗な海見たいなと思ったら中部の恩納村に行ったり、もっと上の名護本部町あたりでも、この那覇市内でもイチョウはこれぐらいの美しさの海はあります。波の上ビーチですね。そして紹介します、僕のお友達です、オリオンビールちゃんです。もう馴染みのあるビールですね。もう沖縄で一番飲まれているオリオンビールのドラフトですね。高級志向ビール、名護ビールです。これはね、キキビールの時も飲みました。オリオンの麦職人ですね。サザンスターの超すっきりの青か刺激の黒。で、糖質が気になる方、オリオンゼロライフ、糖質ゼロ。で、ビール飲みたいけど運転あるんだっていう人は、オリオンさんはクリアフリーも出しております。ノンアルコールですね。オリオンさんね、こういうの出してた。4種類かわいい。ワッタって読むのかな。雪塩シークワーサー、リラックスシークワーサー、パッションフルーツ。すげえな、俺記憶飛ぶよこんなに飲んだら。え、飲みたくなければあれです。飲みたいです、大好きだもん。まずは定番のやつから行かせてください。オリオンドラフト。音がいいね。こうカチャって開けるだけでね、なんか胃が興奮してくる。じゃあ胃の中にアルコールを染み込ませます。カリー。明るい時間から飲むビールが一番贅沢じゃないですか。最高の時間です。後ろ自然の BGM、 たまらん。一番高級なバーだと思いますよ僕、沖縄の砂浜で飲むって。まずはね、オリオンの麦職人行きましょう。あっさりです。麦職人は飲みやすい。やっぱ沖縄に合ってるね。ぐいぐい飲めるから。黒行ってみる。刺激の黒から行こうか。先にいろいろ出してんだね、オリオンさん。なるほどな。黒ビールの風味がするけど、あっさり飲めるようにした。だから沖縄の風土に合わせてる。じゃあ逆にこの超すっきりの青ってどんな感じなんだろう。青いきます。あ、もっとすっきりしてる。一番さっぱりかも。汗だくで働いて、うわ喉渇いたけど一杯目を水で満たすのはもったいないからビールでいきたいっていう時、これゴク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 って飲む。まあね、お腹が出てきたお父さん糖質気になりますよね。こういう時はもうゼロライフです。ビール好きだとやっぱり物足りない部分も出てきます、どうしても。でもビール飲みたい、脂肪気になる、だったらやっぱりこれぐらいの美味しさがあったら満足じゃないですか。オリオンクリアクリー。僕も本当に昼間とかもう疲れた時ビール飲みたいなと思うけれども、まだ飲んじゃダメだって思ってる時はやっぱりノンアルコール手出します。昼のランチ食べながらノンアルコールビール飲んだら。次はキキノンアルコールビールいけます。キキノンアルコールビールはやめよう。多分キキノンアルコールビールってオリオンビールの社員でも間違えると思う。差が分かりづらくてちょっとね、キキノンアルコールビールやばいと思う。高級のいっちゃう、名護ビール。7号で名護。ビール工場は名護にあるからね。ガリー。本当に全然違う。もう香りが違う。ペールエールとかあるじゃないですか。ちょっと香りが立つビール。そんな感じがする。え、これ何が入ってるの？すごい、これ女子が絶対好きだわ。次、チューハイワッタです。まずレモンからいこう。ああ、もうね、レモンサワーって感じ。あとやっぱこうお酒苦手な人が飲めるっていうちゃんとした甘さ、糖質もある。これ、雪塩シークワーサーって何？ちょっと塩入れてるってこと？しょっぱいってこと？ああ、
あのやっぱりシークワーサーの方がよりさっぱりする柑橘系、口の中が爽やかになるというか、柑橘系だけどレモンより甘すぎないシークワーサー、どこが塩なんだろうと思って、ああ口の中でシークワーサーが爽やかに広がると思って、最後にちょっとしょっぱいね、塩を感じる。リラックスシークワーサーだって、どういうこと？探せない。リラックスが。違いはシークワーサーの柑橘の爽やかさがある。でもその最後の残りにちょっとこの塩しょっぱさを感じるのがないっていう感じ。だからなんか飲んだからなんかうわめっちゃリラックスするっていうわけではない。普通にただ美味しいシークワーサーサワーっていう感じ。最後パッションフルーツ、はい、美味しいです。絶対パッションのカクテル好きだもん。女の子独特だよね、パッションフルーツの味って。パッションフルーツの味っていう例えしかできない。なんか美味しいよねパッションフルーツ。美味しかった。こんなに出てるんだオリオンさん。これで全部なのかな、それとももっと出してるのかな。 E、C、ロー、ハーと11だって。一番を決めるとしたらやっぱナゴビール。いやまあドラフトが飲み慣れてるからもう一番飲んでるのはドラフトよ。でもやっぱナゴビールのあのフルーティーな爽やかさっていうか上品な感じはありがたい感じがする。あ、一時お疲れ、うまい飲んでスカイブビールうまいなっていうビールもいいけど、乾杯チンみたいな、なんかこう大事な日の乾杯とかはやっぱりこういうナゴビールみたいな味の方が、ああいい酒飲んでるなって感じがする。沖縄出身の人って、はい、芸能人とかアーティスト全部抜きにしてね、一般の方もそうだし俺の仲間とか親戚関係も全員そうだけど、オリオンビールが誇りなの。地元に根付く有名なビールがあるってオリオンが一番強くない？全国地ビールはあるけれども、もう絶対みんながこれを飲むよ、飲み会ではとかっていうのってなかなかないじゃない。うん、だからやっぱ誇りなの。オリオンさんをもっと広めたいし、もっとみんなに知ってほしいっていうなんかね、愛がある沖縄県民。誇りのビールを外したのはあれですか？これですよね。味が変わってた。そう。だ普段は、まあ飲み慣れて、もうだって二十歳からいわゆるもう何十年で飲んできてるわけじゃない。だいわゆるじゃあ母親が自分の息子を子供を忘れるのかって言ってるようなもん、ね、やっぱ分かるさ、絶対自分の子供なんだから。たださ麦を変えられたらさ、それ分かんないっていうか、子供もさ急に一人だった男の子が急に二重にしてたら気づかない時だってあるじゃんみたいなもんだと俺は思ってる。でも今後は絶対外さない。そうだね、外さないよね。ただまあ別に俺が先に何か手を打とうとして言うわけじゃないけど、2回目はもう盛り上がんないよ。実はとかいらん。実はとかいらん。ちょちょ、なんか手に持ってる。なんかいらん。そんなの。え？何それ？俺初めて見た。ん？フラノ生ビールですって。真逆の北海道だよ。じゃあ濃いんじゃない？逆に。寒いところだから味。これ一回飲んでいただいて。今？そんなに濃くないね。ドイツビールじゃないけど濃厚な感じで来るのかなって。そんなことない。美味しい。だから置いてんのかな、沖縄に。どれと一番味近いですか？近い。ということで、今回は2択を当ててもらいます。今いろいろ考えてます。2択は当てる可能性が高い。その反面、外した時の影響力がすごい。2択でも外すんだっていうことなわけよ。しかもやっぱり、沖縄の方ってオリオンビールの取り持ってるっておっしゃってた。うん。北海道とも違う。客観的に見てどうなの？オリオンビールさんから俺がバンされると思う。やるの本当に。ちょっと目隠し忘れちゃって、その代わりこれを。頭おかしい。俺目開けるよ。当てたいからこれ。いやいや、巡りズムじゃん俺らの流れだと。これさ、トドロキとゴリエの時使ったやつじゃん。使い回しじゃん。3本勝負の。これでいいの？
ちょっと待って、ちょっと待って、ゆっくり考えさせて。ちょっと待てよ、いやでも、一口目でパッて飲んだ瞬間に思った答えはあるの。ただ、やっぱ怖いから、次、あの直感で言うのが。すごい考えてんだけど、結局直感に戻るんだよね。飲んだ時、あれ?思った。俺の中で違和感を感じた。これに。要するに、いわゆる飲み慣れてるドラフトの安心感じゃなく、美味しいよ、クラウンドビールも。美味しいんだけど、なんだろうな、沖縄の人が作った感じじゃない。うん、北海道の人が作ったんだろうなっていう、その、フードに合わせたんだろうなっていう味がする、これは。もうちょっとね、オリオンドラフトって、なんか、さっぱりしてるような感じがする。いや、クラウンドビールも実はそこまで俺が思ったより濃くはなかった。でも、まだオリオンドラフトよりこっちの方がちょっとね、飲み終えた後に濃さを感じる気がする。このね、味の残り具合がね、なんか北海道だなって感じがするんだよね。はい、決めました。いいですか。はい、はい、私ゴリが飲んだこのビールはオリオンビールドラフトではありません。フラノビールです。いくよ、はい、せーの。終わった。終わった。マジで終わった。うわ、マジ終わった。でも今後は絶対外さない。そうだね、外さないよね。ただまあ別に俺が先に何か手を打とうとして言うわけじゃないけど、2回目はもう盛り上がんないよ。もうダメだ俺。マジ終わった、どうしよう。そんなことあるんですか。美味しいよ。本当これ飲んでたのこれ。はい、あでも減ってるもんね。全然違う。簡単な言葉で片付けたくない。すごいショックとかじゃないのよ。なんかね、もうちょっと奥までえぐられてる。俺が外した瞬間に気づいた。曇りになった。太陽なくなったんで。なくなりました。これ、このゲームをスタッフも後悔した。どうする。俺らオリオンビール工場行ったんだよ。で、行った時もキキビールで外したの見ましたって言われたんだ。これさ、まずいって。いや、これもう閉めますか。閉めますか。もう無理ですよ。俺閉めらんないって。どうしよう。安心やって言えないんだもん。今回はですね、見てくれてる方々に向けてじゃなく、ちょっとオリオンさんだけに向けて話したいと思います。僕はマヨネーズつけたら何でも美味しいっていう人間です。味オンチです。ですのでこういう結果になってしまいました。沖縄県民として恥ずべき行為です。何が沖縄出身の芸人だ。バカバカしい。沖縄舞台に映画撮ってます。で、外してんじゃん。人は失敗からしか学ばないって聞いたことがあります。学びの場だと思ってます。よりこれで精進してですね、これからもオリオンビールを愛していきたいと思います。うまいな。オリオンビール最高。アシェア。はい。はい、OK です。ありがとうございます。